リピク、クロアチア語、リーピークはクロアチア、西スラヴォニア地方のポジェガスラヴォニア郡にある町である。リピクのルーツは古代ローマにまで遡り、多くの考古学的な跡も残る。1691年に解放されるまで、他のクロアチアの都市とともに、オスマン帝国の軍隊に占領されていた時期もあった。1773年にバラジュディーンの医師が、リピクの温泉に関して、好意的に言及している。1770年代より、温泉療法の場としての記録が残っているが、本格的に温泉がブームとなるのは19世紀に入ってからである。1872年に最初のホテルが開業し、1920年代にはホテルは6カ所に増えている。スパリゾートとして温泉は現在でも町の経済の重要な部分を占めている。町は有名なスパリゾートとして、プスニ山の西側斜面に位置している。源泉は摂氏60度に達し、1日あたり1、50万リットルが流出する。アルカリ性の源泉は豊富なフッ素、ナトリウム、カルシウムが含まれている。運動器系や心臓、脈すが、坐骨神経痛、腰痛、硬化症など、様々な症状に効能がある。また、薬効性の泥も治療に使われている。ミネラルウォーターとして飲用もされ、Lipički Studenacのブランド名で市場に流通している。ありがとうございます。